今井原市に入りました。こんにちは。人形制作あいまたり、今回は岡山県井原市に来てみました。井原市といえば大体の方はそこどこっていう感じだとは思うんですけれども、ここは広島県と岡山県の県境にある山あいの町です。井原市は美術が好きな方、特に彫刻ですけれども、平伏伝中さんの出身地となっています。今平伏伝中さん制作の鏡獅子を模した石像がありました。そして井原といえば歴史好きな方、特に戦国好きな方にはおなじみの北条早雲の生誕地でもあります。今回はそういった箇所を回りつつ、他にも知る人ぞ知るおすすめの場所にも行ってみようかと思います。それでは、まず立ち寄ったのはこの赤い屋根のお店、パン工房麦です。最初の目的地に向かう道すがらにあったパン屋さんです。この素朴な雰囲気に惹かれて入ってみました。本当になんかパン屋さんとはパッと見えないような雰囲気ですが、こんな感じのパンを買いました。味は本当結構表面がパリパリっとして、中がふわふわっとして、結構素朴な感じの味わいのパンでした。こういう素朴系のパンって私好みなので、すごく美味しかったです。そのパン屋さんから車でもう約5分ぐらいのとこですね。最初の目的地はこちらになります。御朱印っていう旗がはためいていますけれども、こんな感じ、旧村社あがた主神社です。あがた主神社では閉止で、なんかすごい古い。これ何年で撮ったのかな。これはあの新聞やったかな。どういうで撮った、冊子が。いや、あ、冊子に出とったんかもしれんね。こちらのあがた主神社には御朱印会ではちょっと有名なのかな、ちょっと可愛らしい御朱印をいただけるっていうことで伺いました。で、なんか本当にこう小高い山というか、小高い丘にあるお社で、で、小鳥のさえずりとか本当にあって、で、トトロの森のような、本当にちょっとほっとするような場所でした。まずは参拝をいたします。祭神は、鴨分けの命です。今から、1500年ほど前に、この一帯の人々を苦しめていた水地っていう、大蛇に似た生き物がいたそうです。で、その鴨分けの命が、その人々を守るために、その水地を退治して、で、その後、この阿賀田森として、この神社に祀られたそうです。お社にも水地の木彫があります。で、この水地のご利益ですけれども、粘り強さとかパワーとか、あとは金運アップなどにもなるそうですよ。では御朱印をいただきたいと思います。で、こんな雰囲気で何種類か御朱印を書いていただけるようです。この猫ちゃんの御朱印とか、もう一つ、こちら、ちょっと見えにくいかな、水地の、で、今あの他の方の猫ちゃんを宮司さんが描かれているところです。一応申し込みをしまして、大変人気なので手元に届くまで1ヶ月とか2ヶ月待ちぐらいになるそうです。っていうのもやっぱりこうたくさんの人が殺到しておりまして、なかなかすぐには書いていただけないので、あの御朱印帳をお預けして書いていただいて送っていただくっていう形になるようです。
すごいなんか古いね。申し込みをした後、神社の境内をぐるりと回っていると、こんな風に日の光が降り注いで、とてもこう現れるような気分になりました。本当にこう自然がいっぱいのところで、本当にこんな、にゃんだか幸せ一期一会、もう本当このままの気持ちです。社務所に行きますと、また別の方のこの今度は水地の絵を描かれていました。もう この日すぐにはやはり人気なので、御朱印はいただけなかったんですけれども、到着が楽しみです。小鳥の声を聞きながら、なんかとても本当に気持ちが現れるような感じの場所でした。参拝を終え、階段を振り返ると、鳥居の上に水地を模したしめ縄がありました。そしてもう一箇所、4月18日にリニューアルオープンしました。平櫛田中美術館に行ってきました。正面玄関には金色に輝く岡倉天心をモデルにした五歩超人図があります。館内は一部を除き、もちろん撮影禁止です。こちらは館内で配布されていましたパンフレットです。こちらの電気漫画ももちろん購入いたしました。平櫛田中さんは明治、大正、昭和に活躍された近代木彫彫刻界の大巨匠です。国立芸術劇場に展示されています鏡獅子、活人仙、岡倉天心像、天正などが特に有名です。20歳の頃、大阪の人形師中谷聖子に木彫の手ほどきを受けました。その後、高村光雲門下の仲間たちの制作の様子から学び、独自の技法を磨いていきました。そして禅僧の西山火山や岡倉天心の影響を受けた作品を多く制作されました。田中さんといえば彩色木彫彫刻なんですけれども、若い時に生き人形師に制作の手ほどきを受けた、そういったところも彫刻に色をつけるということになったのかなと勝手に想像してしまいました。人形っていうと今の方たちは愛玩的なものとかフィギュアのような、そういった感じのものを想像するかもしれませんが、明治期の人形師は物資の流れを組む方もいて、特に明治期に流行った生き人形工業というのがありまして、リアルな造形の人形を作って、それを舞台のセットのように組んでお芝居を見せるような感じでお客さんに見せる、そういった見せ物工業があったんです。で、田中さんが初めに手ほどきを受けた中谷聖子さんはこういった人形を制作されていた方らしいです。まあ、私自身がお人形を作ったりしているので、ちょっとこの部分に食いついてみました。田中さんの作品で私の中で一番馴染みがある作品は、五歩超人図美術館の正面玄関にあった作品です。福山市民はあの像のことを釣り人って言っています。前回紹介しました福山城の動画、そのお城と反対の入り口付近にその像があります。旅行などに行って駅から出た時にこの像を見ると、福山に帰ってきたんだなぁなんて気分になったりします。長々とお話をしてしまいましたけれども、ものづくりをする者の端くれとしましては、この美術館は来るたびにはという発見や気づきがたくさんあって、制作する時の心持ちを再確認できる大事な場所です。人形制作合間旅、
今回はここまでです。次回は戦国武将編、生誕地の城跡に向かいます。お楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。